はいみなさんこんにちは、緩和委員長です。緩和ケアは早期から緩和委員長です。いやー、新薬来ましたね。認可されたと海外から報告がありました。これおそらく日本ではあまり報じられてないんじゃないでしょうかね。これ、アメリカの食品医薬品局 FDA が新たな薬を認可したというようなニュースが入ってきています。そしてこの FDA が認可する薬は後で日本でも認可になったりすること、これしばしば認められますので、そういう意味では、これそうですね、日本でも新たな治療の選択肢に入ってくるかもしれないというところなんですが、新しい薬がアメリカで緊急使用許可ですね。これワクチンでも今緊急使用許可というのを FDA からもらって、まあそれでワクチン接種に動いているわけなんですが、そのように 一応認可ですね。迅速な認可ということがなされたということなんですね。で、この薬何なのかということなんですが、まず名前を言いますと、バリシチニブというんですね。実は日本でも出ている薬で、商品名はオルミエントと言います。今日はこのニュースですね。そしてまたこの どういうふうに効くのかということこれ必ず研究があって認可されるので、その背景となった研究を皆さんにお伝えしたいと思います。なかなか最近新しい薬のニュースないので、やきも来てらっしゃった皆さんもいらっしゃるかもしれません。この動画を見ていただければ、この新しい認可された薬ですね。まあ、そしてもしかして今後日本でも使われることになるかもしれないこの薬に関して理解が深まることだと思います。このチャンネルではこのような 他ではあまり取り扱ってないような医学医療健康情報を皆さんにお伝えしています。情報は山ほどあっても根拠をちゃんとお伝えしているものを決して多いわけじゃありませんので、ぜひ他の動画も見ていただいてチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと最新の情報をツイッターで流すことありますので、ぜひツイッターもご覧になっていただいて登録していただければと思います。まあそれでですね、これ11月の下旬にこの薬が 緊急使用許可を通ったということなんですね。で、この、オルミエント、バリシチニブという薬、一体何の薬なのかというと、実は全くの新薬じゃないんですね。そう、先ほど日本でも出ているということをお伝えしましたが、これは元々関節リウマチの薬なんですね。では、なんで関節リウマチの薬が新型コロナに効くのかという話ですけど、また例の話になるわけですよね。 関節リウマチというのは自分の免疫が体を攻撃してしまう病気です。従、まあ、ってその過剰な免疫というのを抑えるということが治療に役立つわけなんですね。このオルミエントという薬は飲み薬なんですが、関節リウマチがちょっと他の薬で良くならないような難しいケースに対して使われています。まあ、それで過剰な免疫を抑えることによって関節リウマチを良くするんですね。 じゃあなんで新型コロナに効くのかというと、新型コロナは皆さんもご存知のように、強い炎症が後々問題になってくるわけですね。特に肺などにおける強い炎症が問題になってきます。まあそうすると自分の体を、自分の免疫が強く攻撃してしまうので、まあそれが原因で非常に強い臓器障害などを起こしてくるわけなんですね。まあそのため、バリスチニブという薬。実は前ですね、紹介したこともある、ルキソリチニブという薬があるんですけど、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか ヤヌスキナーゼ阻害剤。ジャック阻害剤って言うんですが、実はこのジャックを阻害することによって効果を発揮するものがバリシチニブであり、以前紹介したルキソリチニブなんですね。せっかくなので、以前ルキソリチニブの時に紹介したなんで、この薬が新型コロナに効き得るのかということ、このメカニズムをちょっとだけ紹介したいと思います。ジャック阻害剤って言うんですね。ジャック阻害剤。ジャックって言うと、 なんだそれっていう。もう豆の木かっていう。もうベタですけどね。っていうふうに思うかもしれませんけど、これ実はジャックって重要な役割を果たしてるんですね。今回、この C が入ってくると、皆さんもこっちは聞いたことあると思うんですけども、炎症性サイトカインっていうのがたくさん出るんですね。これがたくさん出すぎると、体の免疫機能というのが暴走してしまって、自分の体を攻撃してしまって重症化する。あるいは重症化から死に至る。 これが今回、この C における非常に重い病態において重要な役割を示しているわけなんですが、この炎症性サイトカインというのが免疫細胞に入って、そしてさらにその中で信号を送ってですね、さらに炎症性サイトカインをばらまくっていうことが起きるんですね。これ、もちろん、 敵を倒すためにはいいことなんですが、これが暴走してしまうといけないわけですね。ルキソリチニブというのはジャック阻害剤というんですが、炎症性サイトカインが免疫細胞の受容体というところにくっついて、その後その信号がですね、送られるのをブロックしてくれという役割があるんですね。すなわち炎症性サイトカインがもっともっと戦えっていう信号ていうのをストップしてくれると、そういう働きがあります。 はい。このように過剰な免疫をやはり抑えることで、新型コロナの病態がより進むということを防いでるわけなんですね。まあ、そして、当然今回、緊急使用許可が降りた背景としては、この薬が研究で効果を示したからということになるわけですけどもね。そういうのがなければ認可されないですからね。で、早速その FDA の文書、アメリカ食品医薬品局のデータというのを持ってきました。これが公表されているので、 ここに研究の概要も書いてあるんですね。論文というよりこちらが先行されたのかもしれませんが、データというものがちゃんとわかるものになっているので、どういうふうに聞いたのかというのを皆さんに紹介したいと思います。まずですね、この薬はレムデシビルと併用して使っているんですね。レムデシビルは先日動画でも紹介したように最近どうなのかということが言われています。 まもしかするとなので、この薬が効いたとなると、レムデシビルというより、このバリシチニブ、オルミエンとか効いてるかもしれないということになりますよね。基本的には入院してる患者さんなんですね。そして、肺に新順炎があったり、酸素ですね。指で測る酸素、サチュレーションが94%以下だったり、あるいは酸素投与を受けていたり、あるいは人工呼吸を受けていたり、など、基本的にはちょっと重い方対象ですよね。 4mg を1日1回飲んで14日飲む。あるいは退院するまで飲むということなんですね。一方でレムデシビルは10日間行う。そういったやり方をしたわけですね。それで1033人の患者さんが、これ、ランダム化されて、しかも20盲券なので、医師も患者さんもどっちを使ってるかわからないという状況に割り振られました。平均は55歳の患者さんだったということなんですが、 30%は65歳以上だったということなんですね。で、患者さん、酸素を使ってなかったのは14%ということで、これだいぶ少ないですよね。55%が酸素投与を受けていて、21%がマスク型の人工呼吸を受けていて、そして11%は一般的な人工呼吸ですね。管を入れて行う人工呼吸を行っていたということなので、結構重症の方ですよね。先日もレムデシビルの研究で、 ちょっとやっぱり重い患者さんに本当に効いてるのかというものがあったので、割とレムデシビルにとってもちょっと不利な環境なのではないかと思います。一緒に使っているレムデシビルですよね。まあ、ここにオルミエントを加えることでどうだったのかということなんですが、29日経った時の回復の状況で見てるわけですね。これが一番の評価項目として見ています。他にも15日経った時の状態など、そういったものを 評価項目にしているということなんですね。まあ、それで結果はどうだったのかということなんですが、回復までの中央値で言うと、バリシチニブを加えている方が7日で、プラセボ群の方が8日というところで、まあそうですね、すごく違うという感じではないんですね。で、15日経った時の状況というのはどうなのかというと、ちょっとだけバリシチニブ、 オルミエントを使っている群の方が良かったということになりますね。29日経った時に亡くなったり、あるいはマスク型の人工呼吸をつけたりとか、交流量の酸素が必要だったりとか、あるいは人工呼吸器が必要だったりと、そういう率がですね、バリシチニブを加えている群の方が低かったということなんですね。これはプラセボ群の方が28%だったのに対して、バリシチニブを加えている群が23%であったということで、これも ま統計的にギリギリですけどね、意味のある差がついているというようなところになりますね。そして亡くなった方で言うと、29日経った時に、バリシチニブ軍では4.7%、プラセボ軍では7.1%だったということで、これもバリシチニブ、オルミエントを加えている軍の方が亡くなった率というのは低かったわけなんですね。ただし、統計的に意味のある差がついているかというと、これはついてないので、 傾向として亡くなる率が低かったということは言えるわけですね。副作用に関してどうだったのか、有害事象に関してどうだったのかと言いますと、まあそれはこちらの図に書いてあるんですけども、基本的にはあまり大きな差はなさそうですね。一方で、プラセボ群の方が、やはり、まあ病気、より進行する傾向があったのか、薬を、といってもプラセボですけどね、中止する傾向が強かったりとか、まあそのようなデータというものはここに現れてますよね。 以上ということになります。というわけで、そうですね。まあ、劇的なとまではいかないまでも、若干良くなる傾向が認められたというところになるわけですね。一方でお伝えしたように、どうもデムレシビル最近重症例において果たしてかなりの力を発揮できているのかというと、まあ、若干微妙なところもありますよね。そうするとこれ、バリシチニブが占めている役割が大きかったのかもしれないと考えると、かなり厳しめの患者さんであるにもかかわらず、 一定の効果というのは得られたというふうに解釈できるのかもしれませんよね。で、これ ACTT2 試験。結果としてこれが出てるんですけども、今 ACTT4 試験っていうのがなされていて、まあそれではこのバリシチニブとステロイドで今比較してるみたいですね。そういう研究が行われているということなんですが、ただそれもなんかレムデシビル加えてるんですよね。最近そういうわけでレムデシビルに関して色々疑義が提出されてるので、またそういう世界保健機関、 WHO の立場と、またそのアメリカの立場というのはちょっと違うのかもしれませんが、なので、そうですね、レムレシピで加わってるんで、ちょっとどうなのかなというところではありますけどもね。ただそういうわけで、一応認可されたということになるので、今後日本でも少し研究が進んでくるところなのかもしれません。やはり炎症を抑えるということですね、ある一定以上進んだ時からは重要だということを指し示すようなデータであったと思います。はい。まあ、このように報じられてはいないものの、 いろんな研究が本当に世界中でなされていて、こうやって新しい薬も認可されているわけですね。まあ、元々ある薬でそういう効果があると分かって認可されたということになりますけどもね。まあ、非常に今、ワクチンね、どうなってくるかというところ、まあ、これからイギリスやアメリカなどでも接種が始まりますので、そちらの推移も気になるところではありますけれども、こうやって少しずつ治療薬に関しても研究が進んでいるということで、 まあ残念ながら、アビガンは11月中にちょっと動きがね、ありませんでしたけど、またそちら、認可になってくるのかどうか、ということも含めて、中止されるところではありますよね。まあ、引き続きですね、真摯の調子に気をつけて、この状況を何とか乗り切ってまいりましょう。これからも、このような、役立つ医学医療健康情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。顔のところをクリックしていただいて、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あと、いつもコメントありがとうございます。ぜひコメント、よろしくお願いいたします。それでは皆さんまた。病気になったら、早期から緩和ケアに相談へ。 末期でなくても、がんでなくても相談できます。詳しくはウェブをご覧ください。